はい、どうも皆さんこんにちは、鎌田一成です。今日はですね、ご報告があります。もう知ってる方もいると思うんですが、僕ですね、今やってるのは YouTube と Instagram、Twitter で Facebook などをやってるんですけど、それとはまた別でポッドキャストを始めようかなと思っております。で、今回ですね、第1回としてこういう風にポッドキャストを今録画しているんですが、一応配信媒体としては YouTube で、これ YouTube では動画と音声と、あと他にApple のポッドキャストと、あと Spotify とかでもポッドキャストを聞けるようになっているので、そちらの方も皆さん聞いてくれると嬉しいです。まあですね、なぜ僕がポッドキャストを始めようかなと思ったきっかけっていうのは、まあですね、僕自身が結構ポッドキャストを聞くことが多かったんですね。で、それで、まあ、どういう時に聞いてるかっていうと、まあ、普通に電車移動の時とかであったり、何か作業をしてる時の BGM の代わりとして聞いてたりっていうのが結構してたので、まあ、YouTube でも、プレミアムの方っていうのは、普通にね、オフラインでも再生とか、バックグラウンドでも聞けるとは思うんですけど、まあ、ポッドキャストっていう形って、あんまり、なんですかね、日本にまだ浸透してないなっていうイメージが僕の中であって、結構海外とかアメリカでは、ポッドキャストってすごい人気なんですね。で、この市場規模っていうのも、どんどん年々大きくなってて、まあだから日本では、どれぐらいバズるかっていうのがまだ分かってない状況なんですけど、でも、今年の6月ぐらいかな、新しくこの Spotify があるじゃないですか。 Spotify のなんか傘下のグループなのかわかんないですけど、アプリみたいなのが出たんですね。まだ Spotify のアプリではないんですけど、そのポッドキャストを配信するためのアプリみたいなのが出て、それ僕知らなかったんですけど、僕も今まで結構ポッドキャストですね、何回か挑戦してて、でもこの配信方法がポッドキャストってすごい今まで複雑だったんですよ。どういうことかっていうと、なんか、ポッドキャストの音声あるじゃないですか。音声を取ったら、それをただ単に、アップロードするっていう、なんか単純な作業だと僕は思ってたんですけど、今までだと、このサウンドクラウドとかあるじゃないですか。とか、そういう、なんていうんですかね。一旦、このネットワークの上に、この箱を借りないといけなかったんですよね。自分の。その箱の中の、そのなんか URL みたいな、なんか名前みたいなところを、取ってきて、それをなんかそのポッドキャストのあれ配信部のところに申請をするみたいな。だからそのすごい、なんていうんですかね、ちょっと専門的な知識が必要とかだったんですね。で、すごい、それで僕も今まで2回ぐらいそれで断念してて、で、今回3度目ですよ。ちょうどですね、今月の頭ぐらいに、またポッドキャストちょっと始めようかなと思って見てたら、アンカーっていうそのアプリなんですね。今僕が使ってるアンカーってアプリは、アプリ一つで、動画じゃないですね、音声をですね、アップロードすると、もう自動で、Apple のポッドキャストとか、Spotify とか、他にもいっぱいポッドキャストの媒体があるんですけど、そちらの方に、自動で申請をして、自動でアップロードしてくれるっていう、すごい、なんていうんですかね、簡単な、画期的なアプリが出まして、ただね、ちょっとネックとしては、それのアプリって、英語なんですよ。英語しかないんで、まあ、そこはちょっとネックなんですけど、でもね、全然不便な感じではないですね。実際に僕は使えて、こういう風に Spotify とか Apple の方でも配信できるようになったので、全然ありがたいです。で、まあ、あとですね、このポッドキャストの、まあ、いいところってすごいいっぱいあるなと思うんですけど、まずね、ほぼコストゼロで始めれるんですよ、ポッドキャストって。例えば YouTube とかでさえあれば、まあ、動画編集をしたりとか、多少なりとも編集をしないといけなかったりするじゃないですか、動画って。でも、ポッドキャストって正直音声なんで、編集って逆にいらないんじゃないのかなって思って、こういう独特の人の、話してる人の間であったりとか、ちょっと言葉遣いとか息遣いっていうのが、リアルに出るものじゃないですか。ポッドキャストってそういうのが、なんか、良さでもあったりすると僕は思ってるので、だから今回の僕のポッドキャストとかも、編集っていうのはもう基本的にない状態でもう撮ってそのまま出すっていう感じで、これからもちょっとアップロードしていこうかなと思っています。なんで本当に、だから誰でもできるんですよね。iPhone さえあれば別にできると。ネット環境さえあれば。と思ってます。まあ、結構ね、いろいろ今配信媒体っていっぱいあるじゃないですか。言ってしまえば別にインスタグラムでも配信はできるわけなんですよね。投稿に音声をつけるとかでも。でも、なんか例えば僕が結構思うにインスタライブってあるじゃないですか。結構コロナの自粛期間で、休みの日とか夜の日とかに、インスタライブをやってる方が多かったんですけど、まあ全然それもいいと思うんですよ。でも僕的に、例えばインスタグラムのライブって、
入るとこの誰々がなんか視聴し始めましたとかって出るじゃないですか。それってちょっと僕はあんまり好きじゃなくて、なんていうんですかね、あんまりなんて、あ、こいつ来たわって思われたくないというか、気軽に入って気軽に出ていけるようなプラットフォームがすごい好きなんですね。そういう意味でもこのポッドキャストって正直、まあ確かにあの視聴率こっちとして僕の、だから配信者の方は何回その視聴されましたっていうのは見れるんですけど、でも誰が視聴したとか、その評価とかってないんですよ。だからこそ、なんていうんですかね、誰でも気軽に始めれると思うし、僕はすごいおすすめの、この配信のまた一つのね、選択肢なんじゃないかなと思っております。なんでだから、正解とかないと思うんですよね。その人人の人で、そのポッドキャストっていろんなポッドキャストがあっていいと思うし、なんか僕であればこういうふうに日常の生活とか僕の今何をやってるかとかっていうポッドキャストをしたりとか、別に他の人だったらなんか料理のなんか紹介とか、なんかその製品紹介とかでもなんか全然ありだと思うんですよね。だから逆にもうこの評価がないっていうのはもう自由だから、もう僕としてはもう最高の場所だなと思って、こんなになんか自由な空間があるのは使わなくて損じゃないです。使わないと損かなと思って、今回また始めさせていただきました。まあね、これも正直なんですけど、僕も結構いろいろ今までやってきて、知ってる方いると思うんですけど、インスタグラムで毎朝、すごいモチベーション系の動画をアップしたりとかしてたんですね。でもなんかそれを、まあ結構一時やってたのが、あれは1ヶ月半ぐらいかな、やったりとか、インスタグラムの朝のストーリーで、ちょっとなんか学べるような文章を毎日投稿するっていうのをやってたんですけど、でも最近はちょっとやってないんですね。で、それをちょっと控えてる理由としては、情報過多になってしまいがちなんですよ。それどういうことかっていうと、まあ、僕がね、この情報を発信することで、確かに学んでくれたとか、学びになったっていう人は多いんですけど、ただ、それを毎日毎日、その、情報を発信することによって、その人たちって、いろんな、なんていうんですかね、あんまり情報に触れてない人たちが、そういう、多くの情報に触れすぎることによって、正直だから選択肢が増えすぎると、なんか、人って選択できなくなるんですよね。よくある、話なんですけど、この、漬物屋さんとかで6種類の漬物のあるお店と20何種類ある漬物のお店の方だったら、売り上げってどっちの方が高いかっていうと、6種類ある漬物屋さんの方が高かったりするんですよ。なんで人って選択肢が増えれば増えるほど結構迷いが生じて、それが行動につながらなくなってしまうので、僕はね、一旦ちょっとこういう情報の発信の仕方っていうのを改めて今考えてたところで、でまた今回ですね、新しくこういう風にポッドキャストっていう形でこういう配信をしていこうかなと考えております。はい、ということでですね、今日はですね、こんな感じでゆったりと話していきましたが、まあ、これからもね、このポッドキャストっていうのは本当に僕は自由な形で撮っていこうかなと思ってて、まあ今日はこういう風に動画でね撮ってるんですけど、これからはポッドキャストで音声のみの方もどんどん配信してって、時々こういう風に動画も撮って YouTube にアップしていくって形なんで、またね、ぜひ視聴してくれたら嬉しいです。はい、ということでですね、今日はポッドキャストを鎌谷一世始めましたというご報告でした。まあね、本日も最後まで聞いてくださりありがとうございます。それではまた次回。